LZ129、LZ129、登録、符号、DLZ129、ヒンデンブルクは、ドイツの旅客輸送用巨大公式飛行船。今までに作られたあらゆる飛行機械の中で最も、巨大なヒンデンブルク級飛行船の一番船である。二番船に、グラーフツェッペリン二世がある。ヒンデンブルクという名は、 1925年から1934年まで、ドイツ大統領だったパウル・フォンヒンデンブルク、1847年から1934年の名を取ったものである。1936年3月に運航を開始し、第2シーズンの最初の北、アメリカ行き大西洋横断飛行の最後に、爆発火災で破壊されるまで、14ヶ月間、運航した。 爆発事故は1937年5月6日、ニュージャージー州マンチェスタータウンシップにあるレイクハースト海軍航空基地に着陸時に発生し、36名が死亡した。この出来事は映画、写真、ラジオなどの各メディアで広く報道された。ヒンデンブルクの構造材はジュラルミン製で全長に沿って15枚の大観覧車のような隔壁が取り付けられていた。 そしてそれに挟まれて16個の木綿製のガス脳が置かれた。核核壁はその外周に置かれる縦の桁によって強化されていた。飛行船の外皮は紫外線から機能を保護するためとオーバーヒートの原因となる赤外線から守るためにドープを塗った木綿でできいた。しかし、使われた薬品はアルミニウムと酸化鉄の混合で激しく熱せられると、いわゆる テルミット反応を起こすものであった。ヒンデンブルクの内装は、プルマンコーチや外洋客船、ドイツ海軍の軍艦などの経験を持つ、クリッツ・アウグストブ・ロイハウス教授によってデザインされた。上層の A デッキは、中央に旅客用の小さな区画と大きなパブリックラウンジが並び、ラウンジとダイニングルームが左舷に、ライティングルームが右舷に配置されていた。 ダイニングルームの壁にはグラーフ・チェッペリンの南アメリカへの飛行の絵が描かれていた。ラウンジの壁は枠付きの世界地図に覆われていた。両デッキには全長にわたって傾斜した長い窓が設けられていた。乗客は窮屈なキャビによりむしろこのラウンジで大半の時間を過ごすよう考えられていた。ヒンデンブルクの乗客はこれが史上最も贅沢な航空機であるということを 疑わなかった。そして、ただの一人も、飛行機酔いにかからなかった。仮装の B デッキには洗面所、乗員用食堂と喫煙ラウンジがあった。グッドイヤーチェッペリン社のアメリカ側代表者である、ハロルド・ジーディックは次のように改装している。漏れた水素が一切侵入しないように加圧された、喫煙室への唯一の入り口は、回転するエアロックドアを持つバーの向こう側にあった。 出ようとする乗客は、火のついたタバコやパイプを持ち出さないかどうか、バーのスチュワードによってとことに調べ上げられた。不要ガスとしては、飛行船には最も安全であるとして、不活性のヘリウムが選ばれたが、当時それはあまりにも高価であり、アメリカ合衆国の天然ガス備蓄から供給されていた。それに比べて水素は、誰にでも安価に生産でき、 また水素とヘリウムの比重差から、不要できる重量や上昇高度もヘリウムに比べて多大であった。ヘリウムを使用するアメリカの公式飛行船はガスの徹底的な節約を強いられ、それが活動を妨げていた。水素で不要する飛行船は必要な時にはガスを排出することができたが、高価なヘリウムで不要する飛行船は 軽すぎて降下できない時にはガスを排出できず、構造に無理がかかっても、力学的な方策を取らねばならなかった。アメリカ合衆国は最初ドイツにヘリウムを売り込もうとしたが、すぐにドイツに対する軍事物資の禁輸が行われたために、ヒンデンブルクは水素を使用するように変更を強いられた。可燃性の水素を使うことの危険性は明らかだったが、 十分な不要力を提供する十分な量が良い、できるガスは他には存在しなかった。水素を使用することの効果の一つは客室を追加できるということだった。水素による旅客飛行船を一人の死傷者もなく運用した長い歴史を持つドイツは水素の安全な使用に熟達しているという大きな確信を持っていた。水素と共に飛ぶということは 今日では信じられないほど危険な行為だが、当時は全く合理的であると考えられたのである。ヒンデンブルクの最初のシーズンは、これを証明したかのようであった。1931年以降5年にわたる断続的な工事の末、ヒンデンブルクは1936年前半についに完成し、3月の最初の3週間に6回の完熟飛行を行った。ヒンデンブルクは、 ドイツ航空省とルフトハンザドイツ航空が1935年3月に合弁で設立しドイツツェッペリング運航会社によって商業運航を行ったこの会社は1935年から1937年までグラーフツェッペリングの最後の2年間の南アメリカへの商業運航も行ったヒンデンブルクは大西洋横断の定期旅客輸送を行うために 作られた2隻の飛行船の1隻目であったが、実際に商業運航に従事したのは本船のみだった。しかし、ヒンデンブルクの最初の公式飛行は、本来の目的である大西洋横断旅客輸送でなく、ナチス島の宣伝手段としてであった。初飛行した3月4日の3日後、ドイツ軍はオランダ、ルクセンブルク、ベルギー、フランスと国境を接するラインラントに進駐した。 そこは1920年に締結されたベルサイユ条約でドイツとライン側の西の近隣4カ国との間の干渉区域として非武装化が定められていた場所だった。この行動を正当化するためヒトラーは速やかに3月29日に国民投票を行うことを宣言した。この国民投票はヒトラーを総統として再信任することとロカルノ条約違反である。 このラインラント真中を批准することをドイツ国民に尋ねるためのもので、ヒンデンブルクとグラーフツェッペリンはその過程で重要な役割を担うことになっていた。投票の4日前、ドイツの宣伝省、ヨーゼフ・ゲッペルスは2隻の飛行船が3月26日の朝にフリードリヒスハーフェンを一緒に離陸して渋滞を作り、ドイツ上空で、いわゆる ヒトラー再選とラインラと国民投票飛行、ドイツ飛行を行うよう要求した。元船のヒンデンブルクという名前は1年以上も前からそう命名されることが知られていたが、この日ついに船体に書かれたその名が姿を現した。その朝の風の状態は離陸に適していなかったが、ヒンデンブルクを指揮していたエルンストレーマン船長は、 速やかに離陸を行うことによってその場に居合わせた政治家たちに感銘を与える決だった。飛行船はエンジンを最大出力で稼働させて、堂々と上昇し始めたが、一陣の風が船を撃ち、火砲の尾翼が地面に当たり、後端が損傷してしまった。風合ッケナー博士は激怒し、レーマンを次のように避難した。ヒンデンブルクに応急修理が行われる間、 グラーフ・チェッペリンは単独で宣伝飛行に飛び立った。ヒンデンブルクはやや小型の稜線にその日のうちに合流した。何百万ものドイツ人が見上げる中、二隻の空の巨人はそれから四昼夜にわたってドイツ中央飛行し、その間、宣伝ビラを巻き、大きな拡声器から勇ましい音楽とスローガンをがなり立て、ヒンデンブルクへの仮設のラジオスタジオから選挙演説を放送した。 その選挙、それにおいてヒトラーは99%の賛成票を獲得したの2日後、ヒンデンブルクは最初の商業フライトであるリオデジャネイロ行き大西洋、横断飛行を行った。エッケナー博士が指揮を取らなかったのは、チェッペリン白爵の指揮以来初めてのことだった。博士は、レイマン船長が船を指揮している間は、ただの乗客の一人として過ごし、飛行船の行動について、 一切の口出しをしなかった。旅行中、エッケナーは、不愉快な知らせを聞いた。それは、彼はもはやナチスから、存在しないものとみなされ、いかなるメディアからも言及されないようになっているという、ものだった。リオデジャネイロへ向かう途中で一気のエンジンのリストピンが、破損するという故障が生じ、レシフェにとどまらざるを得なくなり、全出力で飛行することができなくなった。フクロウ。 整備士が修理していたところ、別のエンジンにも同じ問題が起こった。ヒンデンブルクは今や2機のエンジンで動いており、墜落が待ち構えている、サハラ砂漠に向けて漂流しているといい、いい状態だった。乗組員は通常、船の気圧に相当する高さをはるかに超えている5000フィートの高度を吹いている、逆の貿易風を探すために船を上昇させた。ヒンデンブルクは その風を3600フィートで捕まえ、フリードリヒスハーフェンに戻ることができた。2機のエンジンは修理によって部分的に出力を回復し、さらに後日オーバーホールされた。その後はどちらのエンジンにも問題は起きなかった。ヒンデンブルクはフル稼働した最初の、そして唯一の年である1936年にアメリカ合衆国へ10回、ブラジルへ7回、 1> 計1 7回の大西洋横断往復飛行を行った。1936年7月には5日19時間51分という大西洋往復飛行記録を樹立した。ドイツのボクサーマックス・シメディングはジョールイスを破った後ヒンデンブルクに乗ってフランクフルトに凱旋した。ヒンデンブルクはその年 308,323km を飛び、 2798人の乗客と160トンの貨物及び郵便物を運んだ。この成功により、ツェッペリン飛行船会社は、飛行船体と大西洋横断サービスの拡大を計画した。墜落事故を起こす、ちょうど1年前の1936年5月6日に、ヒンデンブルクはドイツを経ってその年の10回の北米飛行の1回目を行い、 3日後にニュージャージー州レイクハーストに到着した。乗客たちにとって船は極めて安定しており、伝えられるところではペンや鉛筆をテーブルに立てても倒れることがなかったという、離陸しても何人かはそれに気づかず、まだ地上にあると思っていたほどだった。ドイツレイクハースト間のチケットは400米ドル、2008年に換算するとおよそ5900米ドルで、不況の時代には、 かなりの金額であると言えた。ヒンデンブルクの乗客は皆裕福であり、産業界の指導者も多く含まれていた。ヒンデンブルクはまた宣伝目的のためにも使われ、続けた。1936年の夏季オリンピック開会式の行われた8月1日には、ベルリンのオリンピックスタジアム上空にも登場した。アドルフ・ヒトラーの到着直前、ヒンデンブルクはゴンドラから、 オリンピック機をたなびかせ、大スタジアムの上空を横切った。最初の年の運行期間中、ヒンデンブルクの音楽サロンには特別なアルミニウム製のブリュートナーグランドピアノが置かれていた。そのピアノは航空機で使用された最初のピアノであり、ラジオで初めて空中コンサートを放送した。このピアノは重量を節減するため、最初のシーズンの後、取り外された。 1936年から1937年にかけての冬の間に、いくつかの変更が加えられた。二つのベッドを持つ9つの客室と、四つのベッドを持つ客室一つが追加され、旅客輸送能力は全部で72名となった。加えて、バラストとして使用するために雨水を集めるトイも取り付けられた。1937年のシーズンに入ると、 ヒンデンブルクは3月下旬に南アメリカへの最初の飛行を行い、その後、その年最初のヨーロッパアメリカ合衆国間の就航を行うために、フランクフルトからアメリ、ニュージャージー州レイクハーストに向けて飛び立った。5月3日の夕方のことであった。強い向かい風で横断は遅れたが、それ以外は順調に進み、3日後には着陸のためのアプローチを開始した。 現地時間5月6日の午後7時ごろ、マックスプルス船長が操舵するヒンデンブルクは650フィートの高度でレイクハースト海軍航空基地に接近し、着陸準備を開始した。25分後、渓流島の上空で飛行船は発火し、わずか37秒のうちに完全に炎に包まれた。船上には36人の乗客と61人の乗組員がいたが、 乗客13人と乗組員22人が死亡した。また地上整備委員も1人が死亡した。事故の犠牲者は合計36人となった。火災の原因である最初の発火の位置は今でも議論の対象となっている。多くの説が提唱されたが事故の原因は今でも確定されていない。水素ガスが漏洩したとしても燃えるのは空気と混合した後である。 船体外皮も非常に燃えやすい材料を含んでおり、静電気の火花が燃え移ったというのが多数説となっている。なお、2号船、グラーフチェッペリン二世は、ドープ材の材質を改善して、不燃性を高めたが、すでに飛行船の時代は終わっており、戦時中に廃船にされた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。